ロビン・アール・ヨーンとは、アメリカ合衆国入りのイ州ンビル出身の、元プロ野球選手、ブルワーツ一筋で過ごした、球団史上最高のフランチャイズプレイヤーであり、2012年現在、通算試合数、打数、得点、アンダ、二類打、三類打、本類打、打点、類打、四球、三振の球団記録をすべて保持している。兄のラリー・ヨーンとは、元投手で、 弟の代理人も務めた。現役時代1973年の MLB ドラフトで、ミルウォーキーブルワーズから一巡目に指名を受け入団。同年 A-9 で打率。285.3本塁が25打点を記録。メジャーに行っても守りは良いが、打つ方はダメという評価だった。1974年4月5日、ボストンレッドソックスとの開幕戦でメジャーデビュー。 107試合に出場し打率250.3本類打26打点を記録した1975年は4月に打率386を記録するなど前半戦は289だったが後半戦で242と失速した20歳の誕生日目前の9月14日のレッドソックス戦でメルオットが47年間放置していた10代での 最多出場記録241を更新。1976年は全試合出場ながら打率。252.2本塁打に終わる。1978年は開幕に間に合わなかったが、9月6日のトロントブルージェイズ戦でキャリア初の1試合に本塁打を記録するなど打率。293.9本塁打。71打点を記録。オフに突然、 プロゴルファー転校を宣言し、球団と対立して、物議を醸すが、翌年のスプリングトレーニングには復帰した。1980年は、ウェイトトレーニングにより、パワーがつき、前半戦で打率。325.13本塁打を記録し、オールスターゲームに初選出される。シーズン23で打率。293.23本塁打。87打点。13塁打。 121得点、リーグ最多の49二塁打を記録し、同年から制定されたシルバースラッガー賞を受賞した。1981年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮された影響で96試合の出場に止まる。同年は全校規制の変則日程となり、チームは抗議優勝。ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズでは打率。 316を記録するが、チームは2勝3敗で敗退した。1982年は前半戦で打率。327.15本塁が57打点の成績で2年ぶりにオールスターゲームに選出され、先発出場を果たした。チームはボルチモアオリオールズと地区優勝を争い、最後の直接対決4連戦で1勝すれば優勝が決まるが、 三連敗を喫して、同率で並ばれる。10月3日のシーズン最終戦で、ジム・パーマーから2本塁打を放って、勝利に貢献し、球団創設以来初の地区優勝を果たした。キャリアハイの打率。331.29本塁打。114打点。210、アンダー。いずれもリーグトップの46二塁打。長打率。578オプス。957.367。 ルイダを記録。カリフォルニア・エンゼルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、打率。250? 本塁打。打点は共に0だったが、チームは2連敗の後3連勝で、初のリーグ優勝。セントルイス・カージナルスとのワールドシリーズでは、第1戦で4安打。第5戦でも本塁打を含む4安打を放つなど打率。414.6打点を記録するが、チームは3勝4敗で敗退。 カージナルスの監督ホワイティハーゾグからは、現在のメジャーで3本の指に入る選手と絶賛された。MVP の投票では1位、票28票中27票を獲得して受賞し、2度目のシルバースラッカー賞、初のゴールドグラブ賞も獲得した。1983年はリーグ最多の13塁打を記録するが、打率。308.17本塁打。 80打点と前年より全体的に成績を落とした。1985年から肩を手術したため外野手に転向1986年は4月に打率。408を記録するなど前半戦で打率。330、シーズン通算で打率。312ながら9本類だと7年ぶりの一桁に終わった。1987年はチームが メジャー対記録の開幕13連勝。4月15日のオリオールズ戦で、不安にエーベスが球団史上初のノーヒッターを達成した際には、9回西からエディマレーの宇宙間へのライナー性の打球をダイビングキャッチして、開挙達成に貢献。打率312.21本塁が103打点、198安打と復活を果たした。 1988年6月12日のシカゴホワイトソックス戦でサイクルヒットを達成、全試合に出場し、打率。306.91打点、リーグ最多の113塁打を記録した。1989年7月2日のニューヨークヤンキース戦で、史上5番目の若さで通算2500本安打を達成、後半戦で打率。 339と調子を上げ、打率318.21本塁打103打点195アンダを記録し、2度目の MVP を外野手として受賞。異なるポジションでの受賞は、ハンク・グリーンバーグ、スタン・ミュージアルに次いで史上3人目、また1980年代に記録した1731アンダはメジャー最多となった。 11月13日にフリーエージェントとなり、エンゼルス入団が確実となったが、ファンから残留要望の手紙が殺到してホニーし、12月19日に再契約。1990年はキャリアワーストの打率。247と不本意な成績に終わる。1992年9月9日のクリーブランド・インディアンス戦で、 ホセメサから二塁打を放ち、通算3000本安打を達成。36歳11ヶ月24日での達成は、タイカップ、ハンク・アーロンに次いで、史上3番目の若さだった。ヨ洋ンとの背番号、19、ミルウォーキー・ブルワーズの永久決番に1994年、指定、1994年2月11日に、現役引退を表明。 5月29日に4との背番号19がブルワーズの永久欠番に指定された。1999年に資格書年度でノーラン・ライアン、ジョージ・ブレットと共にアメリカ野球伝堂入り、コーチとしては2002年から2004年までアリゾナダイヤモンドバックスでベースコーチ及びベンチコーチを務め、2006年と2008年は永久欠番19を背負って、 フルスブルワーズでコーチを務めた2014年よりブルワーズのスペシャルアドバイザーに就任しスプリングトレーニングにおいて更新の指導を行っている内野守備外野守備ありがとうございます。